皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組 iWave 松阪です。さて、松阪市では国際交流や英語教育の充実を図るため国際交流員を配置するなど様々な取り組みを行っています。8月26日には地域の人たちに国際交流を楽しんでもらおうと E 南カウンティフェアがリバーサイドチャクラで開かれます。E 南カウンティフェアはアメリカで開催される収穫祭をイメージした催しで、国際交流ゲームやバルーンアートなど盛りだくさんのイベントが行われます。音楽ステージにはご覧の行政チャンネルの特集番組に出演中の国際交流員ダイアナ・ストレールさんも参加しますよ。この他会場では地元食材を使った飲食ブースも出展されます。皆さん、E 南カウンティフェアでぜひ国際交流を深めてください。それでは今回のラインナップです。文化財センターで松阪市美術展覧会夏休み子どもワークショップが開かれ、子どもたちが絵画などの作品作りに取り組みました。学校給食への理解を深め多くの人に知ってもらおうと嬉野のふるさと会館で学校給食フェスタが開かれました。青空が広がる中、リバーサイドチャクラで鮎の引っ掛けつかみ取り体験が行われました。松阪市文化財センター埴輪館の企画展、松阪の埴輪たちをご案内します。